どうも、ワドツです。よろしくお願いします。今日は2018年の、11月の29日、何時だ？朝の3時です。よろしくお願いします。昨日まで静岡に行ってて、今日帰ってきました。よろしくお願いします。料金滞納だよ。帰ったら真っ暗だったね。電気止まってた。寒い。泣いてる。ありがとうございます。はい、ワドツ。たまちゃんかな？たまちゃんかな？嘘じゃないけど。はい、ワドツ。電気止まったよ。あ、ハートありがとう。ハートありがとう。サンキュー。あららら、ありがとうございます。いや、帰ってきた時からずっと泊まってたよ。電気料金払ったらそのうちつくだろうと思ったら、全然つかなくて。で、さっき電話したら朝の9時につくって言われた。充電バッテリー。花火上がってたじゃん、いつ。引き落としにしてるんだけど、銀行に金入れてない。銀行に金入れてないね。今家だよ。マイハウスだよ、マイハウス。今家。料金払ったね。写真よかった、ありがとう。冷蔵庫の中寒いから腐らないんじゃないの？わかんないけど。冷蔵庫全然あれだもん。空だもん、今。大丈夫だと思うよ。お化け出るかな。タンス預金？いやいや、財布の中に普通にぶち込んでる。あと500円玉貯金だね。お化け出んのかな。のんちゃんいるよ。いや、いるいる。毎月、いや、ネットもまんべんなく全部止まるけど、まんべんなく全部止まるね。払いに行ったよ。払ったよ、もう。暖房なしで寒いね、ちょっとね。いや、彼女に起こされて、ワドさん電気つかないよ、つって、さっき払ったじゃん、つって。で、さっき電話したら、朝、もう今対応してないって言われた。収入は激減だね。激減だね。収入は。激減。一緒に寝るとあったかいよね。いやー、最高だったね。明け方の海ね。やばいね、伊豆。海がエメラルドグリーン。日本にもあんな綺麗な海があるんだね。以前の何パー？ああ、どれくらいだろう。何パーくらいだろう。あ、まあでもやばいよ。1日1000円とかだよ、また。1日収入1000円とか。花火全然もらえなくなっちゃったね。リリーいなくなったもんな。ふと客離れるの。え、ふと客っつうか、リリーちゃんはなんかいなくなる前の日になんか爆投げして、それ以外花火とか投げてなかったよ。ふと客離れるも何も、なんか最後の引退枠、引退枠じゃないや、
活動休止枠の時に爆投げして去っていったんだよ。あれ以来生きてないね。別にそれ以外は普通なんだろう、でかいアイテムとか投げてなかったよ。昨日花火飛んでたね。でもまあ1日やっぱ20発ぐらい欲しいよね、理想は。1日20発が理想。やっぱ日当1万は稼ぎたいね。全然あるよ、毎月止められてるよ、うん。不動産屋さん最近来ない。不動産屋さん不動産屋さんも別に投げてないよ。あのね、あの岡山の時に爆投げしてくれた。普段も投げてないよ、うん。最低時給は欲しい。そうだね、まあアルバイトするぐらいは稼げたらまあありがたいかなとか思ってるね。アルバイトするぐらい稼げたらまあまあまあ全然俺は満足だけど。そうだね、毎月だね。ネット止まったり水道止まったり大変だよね。何のバイトしてんの？カメラマン。カメラマンのバイトしてる。不動産屋さん投げてたっけ？そこそこ。わかんないよ、リスナーさんがいなくなる都合なんか。飽きたんじゃないの、うん。アイテムバーガー以外いらないと言ったらいい。いやいや別に俺アイテム全然嬉しいよ。風船とかいいねとかでも全然嬉しいよ。ノンラブはあちこち徘徊してるけど花火もあちこちで投げて気持ち悪い。はあ、うん。ノリコと別れたとかふわっち休止とかちょいちょい嘘つくのなんで。いや別に嘘ついてないよ。稲子やってんの今放送。稲子やってないと思うけど、あの人はねたまに遊びに来るって感じだね。たまに来るって感じ。でももともとコメント覚醒じゃないね、うん。隠れてるんだ。もんちゃん今日いるよ。俺は電気会社だけど通電するのに1時間から1時間半通電するけど。何時払った？滞納分はね、帰ってきたのが4時だから4時に払ったかな。夕方は4時に払って、で通電再開の電話をしなかったの。あの勝手につながると思ってたから。で夜中に通電されてなかったから電話したら、今の時間対応してないから予約って形で9時になりますって言ってたね。金は払った、払った、金は払ったよ、うん。金払ったよ。だから朝の9時ぐらいに着くと思うよって。こびてみようよ。こびてみようよっつうか俺花火欲しいよ普通に。なんかこびるってどういうことなんだろう。電気止まっても配信は止めねえぞと。いやいや起きて暇だったから配信やってるだけ。うんこ系嫌いだけどミッション成功で報酬あるのは面白かった。うんこ系、ああミッション成功で報酬ある系面白いよね。今日寒いよ東京。笑い男以外いらないと言ったのは本心。いやアイテム投げない人はいらないね。ふわっち過疎化結構やばいね。あ、ふわっち全体的に閲覧落ちてるよね。わかる気がする、うん。ワドちゃん営業で稼いでたんなら営業に戻ればいいのに。なんかね金追っかけても意味ないなとか思って、なんか人生死ぬ時に後悔しそうだったからやめた。充電何パーですか？携帯今ね 50%。
でも充電器のバッテリー入ってるから大丈夫だよ。なんかやたら怒ってたり、100万円欲しい男ですで、ね、通したり、今、ごめん、よくわかんない。流れちゃった、ごめん。電気本当に止まっちゃったの。まあ、止まっちゃったね。営業で稼いでたんなら、配信業より営業。いや、だから金を稼いだとしても、ストレスの方が、なんか多かったからやめちゃった。いや、履歴書って、だって就職する気ないもん、俺。嘘ついてないよ、別に。電気なしで映画作れるんですか？作れないでしょ。電気ないときついよ。アイテム投げてもらいたいけどね、全然投げてくんないね。はい、ワドツ。静岡行くのに新幹線で酒まで飲んで電気代払いませんはおかしいでしょ。いや、だから払ったっつっての。話わかんねえな。東電でも関西電力でも同じだけど、夜中単直いるからすぐに復旧するよう電話してみたいな。だから電話しちゃって。で、朝の9時からだって言われたの。朝の9時からだって。ブレーカー見せて。あ、ブレーカー真っ暗だっつうの。ブレーカー。パソコンのモニターとかも全部真っ暗だよ。石川と便所ジョジョ風良かったです。あ、ありがとうございます。大手になるには、俺が大手じゃないからね。わかんないかな。ある北郷も働きなよ、和道君って言うんじゃない？いや、言わないと思うよ。北郷さんだって一回もバイトしないでたけし軍団ずっと生き残った人だからね。ブレーカーにワード、携帯のライト当てろ。いや、めんどくさいかな。アイテム欲しいために電気止まった設定。どういうこと？営業マン収入だけじゃなくて人脈も豊富なはず。いや、人脈全然作れないよ、営業マン。営業マン人脈全然作れないよ。マルチやってた方が人脈作れるね。何ソースになるって。なんで疑ってるだけでしょ。だって電気ついてないじゃん。どこもついてないじゃん。何も。ただ勘ぐってるだけでしょ。ペックスが一番早いって感じかな。手数料かかるから、本当はあのフワッチからの直振りがいいんだろうけど。東京電力だね。冷蔵庫真っ暗だよ。冷蔵庫真っ暗。あ、生命保険とかはね、女の人が多いんじゃないかな。なんか知り合い、アリコの代理店か。メットライフアリコやってたけど。メットライフ強かったね。メットライフは2年間契約30万ぐらい保証するんだよね、給料。いや、遠いからめんどくさいんだよ。ベッドの上だから。自分でブレーカー落とせるよ。ガチャってやったら、電気全部止まるよ。ブレーカーは誰でも自分で落とせるよ。はい、こんばんは。君、おっさんに水道橋博士が男官塾に興味あって、興味はあってじゃないよ。撮影見に来たらいいよって伝えたんだって。伝ってないよ。見に来たかったら見に来ますって言ったんだよ。今後自作 PC 買うならブレーカー長時間落とすのやめた方がいいよ。壊れるよ。マジで？ OK、ありがとう。キャメラ売ってきたらいいやないか。カメラ売ったら映画撮れないからね。水道橋博士、男官塾に否定的？なんで水道橋博士とつながってるの、あなたは。今から東電に電話して確認してみるね。俺関連会社だからすぐに復旧。あ、じゃあつなげてよ。14号関連会社なら。
今すぐ電気つけてよ。できるはずじゃん。ねえ。14号がつけてくれたらいいじゃん。つけてよ。冷蔵庫の中身とか、だってドレッシングとか醤油とかしか入ってないから、大丈夫だと思うよ。うん、もう自宅、もう自宅、もう家だよ。いや、電気代払ったよ。電気代払った。じゃがいも王子ってもうやめたの？じゃがいも王子ってもう配信やめたのかな？山手線はやらないよ。いつも上半身、いや今日服着てるよ。服着てる。領収書払ったやつ、支払いの領収書どこだろう。今ないね。捕まったの？じゃがいも王子。へえ。うん。制作会社が変わるって言ってた。誰が？じゃがいも随分前に辞めた。あ、そうなんだ。うん。制作会社の名前教えてよ。やだよ。うん。そんな不義理なことするわけないじゃん。俺もお前みたいな生活がしたい。羨ましい。いや、やめた方がいいと思うよ。普通に働いた方がいいと思う。監視に怒られる。生活保護じゃないよ俺。なんで喫煙するの？やっぱあいつらコメント外せるからね、喋りやすい。はい、お疲れ。どうなんだろうね。まあ自由っちゃ自由だけど、結構金かかるよ、みんなが思ってるよりも。最近和田さんの配信つまらない。あ、そうなんだ。うん、いや電力会社電話したよもう。コメントしづらいって言われてもね。コメントしづらいって言われてもな。普通にコメントすればいいのに。2分ぐらいやぞ。うん、全然全然自分の都合でいいよ。滞納だね。うん、いやだって顔出したくなかったんだもん。しょうがないじゃん。電気代5000いくらだったね。5700円かな。うん、5700円ぐらいだった。電気代安いね。暖房冷房つけっぱなしで、電気とかもつけっぱなしだから安いよ。映画作ってるよ。うん、いやもう払い終わってるね。もう払い終わってる。停電でスマホ充電のバッテリーだね。うん、バッテリー。電気代毎月いくら？毎月冬場とか1万2000円ぐらいいくけど、夏場とか3000円とか、春とか3700円とか。9月分で5700円だったね。電気代高いか？そんなもんじゃないの？高いかな？
こんなもんだと思うけど。最近花火全然上がってないね。東京から出て行ってください。東京って田舎者の集まりだけど。田舎者ばっかりだよ、東京って。映画館で上映するよ。あ、YouTube とかでは公開しない。映画館で公開するよ。の朝の9時なんだって、夜中に電話したら。全然恥ずかしくないよ。だって俺もう私生活垂れ流し配信だから。ラジオ放送だと画面の情報量が少ないから見てて飽きやすいからね。映画館で上映するなら見てみたいかも。あれだよ、単館上映っつって小さい映画館だよ。一般的な映画館じゃないよ。映画のスケジュールはプロフィールに書いてある。そうだね、電気料金の未納だね。いや、払った払った。過去いないね、宇宙全然。作品作り始めてるけど完成はさせない。させないと意味なくない？見る時間は自由だよ。別に見たい時に見てくれていいよ。配信続けてほしいと思ってる人が少ないんじゃない？じゃあ花火投げる人少ないってことは。そういうことでしょ。あ、声聞こえる？
れタバコ。のんちゃん灰皿ちょうだい。みんなのおかげで生活できてると思ってるよ。みんなじゃないよ、花火師さんのおかげで生活できてると思ってるよ。勘違いしないで。花火師さんのおかげで生活してるの。花火師さんにはめちゃめちゃ感謝してるから。花火師さんのおかげで生活してるの俺は。ドルさん俺より収入低いよ、うん、ドルさんは俺より収入低い。あ、他の配信者も花火上がってないんだ。いや、そんなことないでしょ。そんなことないでしょ。花火師さんには感謝してるよ、俺。いやだから働きたくないんだって。しつこいよ。働きたくないんだって。なんで働かせようとしてんの。働かないよ、うん、やだよ。人生後悔したくないもん。働きたくないっすね。あ、ドカタとか絶対やらない俺。ドカタは絶対やらない。あ、ストレスはたまるかもしんないけど、なんだろうな、うーん、働けば働くほど社会が悪くなってると思ってるね。コンビニとか、いやもう労働は全般やらないね。労働は全般やらない。ああ、配信魂は今ないな、正直言うとな。まあご覧の通り配信魂はないよ、うん、ない。いや60万も行ったことなんかないよ俺。ふわっち始めたから収入60万超えたことなんか一回もないよ。諦めたね。生活ができないからね、うん、電気代さっき払ったね、うん、じゃあ俺生活保護じゃないよ。
いや、1億は見えたね、正直。あ、このまま行ったら俺年収1億いくなとは思ったよ。確かに。見えてた。見えてたけど、蜃気楼だったんだよ。蜃気楼。見えたよ。一瞬。目の前まで来たよ。年収1億。ねえ、のんちゃん。見えたよね。あの時の俺。あ、掴むなと思ったでしょ、のんちゃんも。幻だった。幻。くっそ可愛い彼女いるよ。のりこをソープランドに売れ？のりこソープランドに売るの？このまま行ったら。のんちゃん、電気代のためにソープランド売り飛ばしていい？嫌だ。嫌だって。嫌だって。アメリカ人別にクソだと思わないけどな。アメリカ人クソかな。アメリカ人結構優しいし、プライベートとかでも結構電話かけてきたりとか。結構いいやつだったけどな。俺アメリカ人好きだったけど。そんな嫌なやつだった？配信はそんなに見てないけど。アメリカ人ね、辞めちゃったもんね。まあ、アメリカ人は別に普通に働けるから、別に配信辞めた方がいいんじゃないかなとは思ったけどね。絶対そっちの方が幸せになれると思う。 引退した方が幸せになれるんだったら引退した方がいいでしょ。ああね、アメ人ね。クレイジーパピオンと絡もうぜ。あ、いいよ、全然。電気何時から止まってる？昨日の昼、昨日の11時頃止まったよね。昨日の11時ぐらい。アメリカ人面白かったよね。俺結構好きだったけど。原田さんはなんか最近配信に染まってきたよね。なんかもう普通の配信者みたいになっちゃった。30分やって花火ゼロだよ。っていうか俺一日ほんと花火一発二発とかそんな生活だよ最近。まあ大丈夫だよ。NHK 立花さんが拾ってくれるって。立花さんが40手前ぐらいになったら拾ってくれると俺は信じてる。だから大丈夫。今は配信者から政治家になるコースがあるから。いや、朝の11時。電気メーター外だよ。電気止まるような生活してて彼女は嫌じゃないの？彼女は俺と一緒にいるの幸せなの？ねえ、のんちゃん。電気止まってもいいんだよね。なんでそんな今日やる気ないの？何、のんちゃん。のり、どうしたの？病んでるの？のんちゃん。ちょっと来て。なんで病んでんの？のんちゃん。病んでたの？のんちゃん、病んでんの？どうしたの？なんで病んでんの？こっち来て。こっち来て。病んでる。病んじゃったの？どうしたの？女のうちに泊まったから。え？女のうちに泊まったか
女の家に泊まったから、うん、ごめんね。なあ大丈夫だよ。ちょっとこれはまあいいや。さ、放送で言ったらダメだよ。なんで？放送で言ったらダメだよ。なんで？女の子は声が減るから。いらない。ダメだな。話変えようか。何の話する？今 Wi-Fi、 モバイル Wi-Fi 使ってる。何の話しようか。北川温泉行かなかった、結局。ね、なんだっけ、下田の一個隣の駅のなんとか道元寺だっけなの仙人風呂っていうところ行った。仙人風呂、食振りっていうか天岐風かな。欲しいものリストにアマゾンギフトあるから、それ送ってくれる人いるね。蓮台、そうそう、それだ。蓮台寺の、すげえなんか老舗旅館みたいなところ行った。いや、女の家に泊まってないですよ。女の家には泊まらないですよ、僕。泊まってないですよ。ああ、そうなんだ。蓮台寺。昨日まで静岡行ってたね。昨日まで静岡。ことか、和道さんがフリーだったら私はほっとかないよ。あ、そんなこと言ってたの。伊豆良かったな。伊豆良かったね。いや、俺はあれですよ、困ってないですよ。夢より金？な、何？何の話してんの？いや、別に荒れてないよ。キツネ枠こんなもんだよ、普段。キツネ枠はこんな感じ、いつも。荒ぶる神々が、荒ぶる神々の集いだから。いや、金あった方が不幸は減らせない。金あった方、金イコール幸せじゃないけど、
お金があった方が不幸は確実に減らせるから、だからそっちの方がいいと思うんだよね。金はあればあるほどいいでしょう。減らってない彼女を作れ。創作にプラスになんないよ。減らってない彼女、なんだろうね、減らってる。のんちゃん確かに減らってるよね。うん、でもあれなんだもん、減らってる人に好かれるんだもん俺。なんでなんだろう、メンヘラ受けが半端じゃなくいいんだよね。メンヘラ受けがめちゃめちゃいい。のんちゃんかわいいじゃん。え、のりこかわいいと思うんだけど。のんちゃんスーパーメンヘラだよ。のんちゃん口うるさくないよ。のんちゃんおばあちゃんじゃないから、松田聖子だから。いや、支援とかしてもらってないよ。うん、年下あんまり、年下にまず好かれないかな。うん、年下に好かれないね。え、ちょっと待って、何、なんでさ、のりこを幸せにできるのって。なんでさ、のりこが俺のことを幸せにするんだったらわかるけど、なんで俺がのりこのことを幸せにしないといけないの。のんちゃんが俺のことを幸せにするんでしょ。お互いにするんじゃないの。なんでさ、男の方が女を幸せにするとか、なんか古いよそれ。古くない？古いよ。え、何その考え方、おかしくない？あー、まあプラス思考の人と一緒にいると運気上がるのは本当だけど、うん、すげえ、マンスリーポイント2000万、やば、あいらやば、そんなに今稼いでんの？最高記録じゃない？2000万って。すごいな。そんなに稼いでんだ今あいら。やば。2000万1ヶ月で。ってことはリスナーが投げた額4000万。やば。もう配信者じゃないでしょう。ヒカキンでしょう、ヒカキン。いやいや、マンスリーポイントに2000万って書いてあったら、うん、リスナーが投げた額は4000万だね。すげえな。どんな生活してんだろう。すごいね。俺今50円。俺の収入は今50円。うん、見てみようか。ね、55ポイントだね。55円だね。55円、55円ですね。いや、1000万稼いだんじゃない。マンスリーポイントに書いてある方は収入、配信者に入る方の額だから、まあ無料ポイントも合わせたら 0.7、 2000万かける0.7だね。うん。
カー君とどれのオフ会行って俺のビジネスパートナーですってカー君をどれに紹介したんだって。いや紹介してないよ、ビジネスパートナーですって。うん、行政と100万の裁判どうなったの。お前そんなもんだろ、姑息な詐欺師なんだからな。だって俺カー君と会ったことあるの、その時2回目か3回目だよ俺。うん、いやバースリー圏外でしょ、入ってないと思うよランキング、圏外圏外。付き合う人考えた方がいい、付き合う人考えてるよ俺。風邪ひいたね昨日ね、静岡でずっと外にいたから風邪ひいちゃったんだよね。うん、ありがとう15さん。あと15さん、しまっちゃんっていうのやめてしまっちゃんっていうのやめてくんない。やめてほんとそれ。アイラ大悪党なの、なんで電気止まったの、わかんない、不思議、本当に不思議。風邪薬とかないね、飲んでない。いや、しまっちゃんって言ったらブロックするから。やめて、しまっちゃんっていうの。今 T シャツ、いや同級生の中でバカにしてないでしょ、成田で一番の出世頭だから。はあ、同級生にバカにされてないよ、成田で一番の出世頭だよ、成田を背負ってるんだよ俺。1985年の成田が生み出したスーパースターだよ、めちゃめちゃ憧れでしょ。むしろ やめてそういうこと言うの。いや花火投げてもしまっちゃんはやめよ、ちょっと恥ずかしい。しょこたんと同い年だね、宮崎あおいとかあおいゆうとか、あと上戸彩とか、あの辺と同い年。なんでカメラ売らないよ、ここ行ってない。成田よく死体捨てられんのマジで何その情報、嘘でしょ、成田って死体がよく捨てられんの。聞いたことないけど、本当に本当にどうなんだろうね、周り小学校とか行ってんのかな。うん、島津藩の末裔分家だけどね。成田ってブサイクな配信者もいる、あれ成田市生まれじゃないでしょ。名前が成田なだけでしょ。成田なんだ。犬食ってた薩摩隼人、成田さんいいよ、成田さんいいね、公園でかいな。お金あげるよ、ありがとうございます。コッペ70万も稼いでんの、すげえ。
めっちゃ羨ましい。コッペが70万稼いでんだ。すげえな。成田のハードロックカフェガラガラだよ、いつも。へえ、コッペそんなに稼いでんだ。すげえな。やば。いや、仮想配信者で稼いでる人いっぱいいるよね。だって、アイラだって仮想じゃん。アイラがだって30人いないでしょ、普段。20人とか30人ぐらいじゃん。それでさ、2000万稼いでんだからすごいよね。やば。だからね、仮想の方が稼いでる気がする、俺。だから人数集まってる人そんな稼いでないでしょ。女の人はそうでもないけど。コッペがイケメン？コッペイケメン？マジで言ってんの？141号さん、コッペイケメン？本当に言ってんの？いや、それはさすがに、同意できない。さすがに同意できないわ。すげえな。すご。へえ。料金未払いで電気止まってますね。はい。俺はイケメンじゃないよ。ステゴロ3。ステゴロ3ね。あ、そうなんだ。閲覧、増えてきたんだ。へえ。雰囲気イケメンじゃないでしょ。いや、電気代払った、払った。埼玉に空き物件あるけど、本当に？マジで？埼玉に空き物件あるんだ。カメラ売らないってしつこいよ。のんちゃん減らってる。まだ反映されてないね。働かないよ。PC つかないね。PC つかない。いやー、配信会に必要とされても困るんだけど。もういいよ。配信魂ないってだから。減らってるんだよ、俺は。顔出し配信ができなかったぐらい減らってるんだから。今、リハビリ中だから、リハビリ中。いや、なんか朝9時からって言われた。朝9時からだって。心霊配信とかやんないかな。俺、お化けいないと思ってるから。芸能界に行かないの、行けないと思う、俺は。充電はバッテリーで充電してるね。いやいや、遠隔だよ、東京は。東京は遠隔操作。寒いな。携帯はそもそも契約してない。いいもの持ってたら伸びてるでしょ。いいもの持ってたら伸びてるでしょ。伸びてないんだって。
いいもの持ってたら。パチ屋やってないこの時間。そう、いや他の業界っていうか、まあ数字がないと認めらんないよ社会は。延長やだよ、キツネ枠怖いから通常枠行くよ。キツネ枠怖いもん。いいよ延長も、1時間も喋ったからいいでしょ。怖いよキツネ枠、恐怖でしかないよ。いややだ延長しない。通信制限はないね、アドバンスモードっていう使い放題だから。通常やろう通常。キツネは怖い、いやキツネじゃないとコメント書けないって、叩かれるだけだから通常行く。通常行きます。いいよアイテム55円じゃ配信にならないし、キツネは怖い。なんで無料で叩かれるだけとか意味わかんないでしょ。やだよ、ワイマックスだね、いいよ通常行くよ通常。あ配信好きなんじゃないの、配信好きなんだと思うよ、いやキツネホームじゃないよ、たまにしかやんないよ、だってお前の囲いがって言うともう囲いがそもそもいないんだから通常枠にも囲いなんてそもそもいないんだから、囲いっている？じゃあ誰がリスナーの誰が囲いだと思う？しまっちゃんって書かないで、やだキツネやんないもん。誰かこの人囲いだなと思う人誰がいる？リスナーでいないでしょ。いやリリもう見てないもん、リリもう見てない。あ笑い男は確かに囲いっぽいかな。あーやっぱ笑い男か。いやリリはもうあれじゃん、見てないじゃん俺の放送、リリ引退したもん。解放か、解放と笑い男解放と笑い男か、まあまあ次枠行くか。まあ解放は囲いじゃない、解放はかね、そうかもね。俺タッカーって呼ばれたことないんだけどタッカーって呼ばれたこと一回もないから、はいはいお疲れ、お疲れ様、囲いっていくら投げたら囲いなんだろうね、囲いっていくらなんだろうね。お疲れ、閲覧減ってきたね、お疲れ、おやすみ。しまっちゃんって言わないで、コッペに負けるか時代だな、コッペに負けたかついに、いや起きたばっかりだもん、コッペに負けたか、それはすごいな。いやアイラは多分俺に金貸さないと思うよ、頑張れって言うと思う、あいつ優しいから。はいこんばんは、どうも。まぶしいな、
はい、こんばんは。どうも。眩しいな。風呂入りたいな。風呂入りたい。コッペが70万稼いでるってすげえな。コッペが稼げるとは思ってなかったからさ。コッペが稼げると思ってなかったからな。すげえ時代だな。明るくなんないかな。この人が稼げるのに稼いでないって誰がいる？誰かいる？この人稼げそうなのに稼げないっていう人いるかな？誰だろう？
意外な人が稼いでるって印象だね。俺全然稼いでないじゃん。俺全然稼いでないよ。全然稼いでなくないか。だってマンスリーも圏外だぜ。マンスリー上位で終わったことなんか一回もないよ。近藤組組長、うん、なんでなんだろうね、わかんないな。まあ時代が変わったんだよ。時代が変わったんだよ。もうだから雑談の時代じゃないんでしょ。しゃべりのテクの時代は終わったんだよ多分。喋りで閲覧沸かせるんじゃなくて、こう花火師さん掴んだ方勝ちゲームだよ。だから配信者の力よりもリスナーさんの力の方が強くなったんだよ。例えば誰、そのたくさん稼げてたのにダメになった配信者誰かいる？誰か、あー真っ暗だ、暗い。誰かいるかな。いやだから誰よ、花火師を手放した人って誰、逆にその人が分かんない。え、ジャガイモ王子ってそんな稼いでた？稼いでなかった記憶があるんだけど。稼いでたかな？なんかずっと稼いでないイメージがあるんだけど。稼いでたことあんな。ジャガイモ王子とか見ねえもん。詳しいよね、みんな。何が面白いのあれ。おしっこ流せるでしょ。ああすごいね。あ、そんな稼いでたんだ、すごっ。見たことないね。だからいつも車の中にいる人でしょ。すごいね。じゃあ雑音力あったんだね。すごいね。すごいね。めちゃめちゃ優秀じゃん。
下げた優秀だわ。すごいな。ああ、そうなんだ。まあ嫉妬だろうな。嫉妬だよ、嫉妬。組み上げは電気使った？組み上げじゃないんでしょ。さあ、お湯は出ないね。プラグ電気使ってんだろうな。お湯が出ない。だから多分ガスを灯す時のプラグに電気使ってんだよ。お湯出ないから冷たい。だって水出てるな。これさえやったい。あ、冷てえ。欲しいお湯が。だから9時って言われたんだよ。9時だって。
かわいそう。今の俺じゃん。いやでももうやめたいよ正直。やってる意味ないじゃん。稼げない、コメントもらえない。正直なんか楽しくないよもう今。閲覧10とかでいいね。ああ本当に仲のいい人10人ぐらいでいいよ。なんか興味のない人とかアンチとかに見られても意味ない。それでも楽しいことやりたい。配信がどんどんつまんなくなってるね。いや、デジタルタトゥーとかネットタトゥーってよく言ったもんだよね。いい表現だよね。デジタルタトゥー。誰か考えたんだ。寒いよ。寒い。まあ応援する人がいないとね、配信者は輝けないからね。バランスだよ、バランス。別にアンチがゼロになるとは言わないけど、バランスよ。ね、いや俺ね多分なんだけど、そのなんかね一人とんでもない囲いみたいのが現れ始めたら流れ変わるんだと思うよ。なんか毎回そうだもん。アンチとかも強力なアンチが一人現れると増殖していったりとか、だから囲いもそうなんだよ。俺が流れ変えてやるって、こいつを育てるみたいな人がいると、あのなんつうの、加速するっていうか。だから俺は待ってるね。俺のことをガチガチに囲ってくれる本当のファンを、本当の花火師を。まあ気になるも何も引退したら死んでようと思うんだからな、ネットの世界では。引退イコール死だからね。あと追うのかわいそうだよ。本人辞めたくて辞めてんだから。うわー、南極さん懐かしい。久々聞いたわ。南極2号さんだっけ。うわ、南極さん懐かしいな。南極さん面白かったな。狂ってたよね。南極さん懐かしいな。あれニコ生って感じだったよね。ザ・ニコ生配信者っていう。鳥肌実を愛してたもんね。なんだろう、うん、
マジで言ってんの？マジで言ってんの？知らない。へえ、知らない。南極さんとはもう2年ぐらい関わってないから。うん、いや200万とか知らない俺全然。てか南極さんここでコメント書いてないもん。ふわっち来てから南極さんと絡んでないよ。超懐かしい。南極さん元気かな。元気だといいけど。南極さん好きだったな。面白かったよね。やめちゃったんだ。うん。へえ。知らなかった。知らなかった。また一緒に引退したの？へえ。また一緒のしん、あれか、減らってんのか。一種の定期的に減らるかんな。なんかこの前一緒に住んでるリスナーさんから連絡来たよ。コメントで教えてもらった。一種のが泣いてたって。なんで泣いてんのって言ったら、死ぬのが怖いらしいって言って死ぬのが怖くて泣いてたんだって。小学生がよ、すげえよな。いや、もうめちゃくちゃ笑えるでしょ。ていうかあいつはね、何もやってないから怖いんだよ。自分の人生やるべきことを何にもやってないから怖いんだよ。ただただ、やりたいことから逃げたら囚われるんだって。だって自分の本能が教えてくれるでしょ。死ぬ時にさ、走馬灯のように自分の人生を繰り返すんだよ。大量にドーパミンが出て、で永遠を繰り返すのね。その瞬間に、死ぬ瞬間に永遠になるの。自分の人生リフレインするの。寝てるだけだったらそれは後悔するでしょ。そう、やりたいことを積み重ねてきた人は天国みたいな時間を過ごすんだよ。で後悔ばっかりの人は永遠に地獄をさまよう。そこで、あの時こうすりゃよかった、ああすりゃよかったって。俺は無限だと思ってる。無限でもう一回同じ人生をループするんだと俺は思ってるね。永劫回帰って言うんだけど、だから後悔がないように生きてるね。だからこれが前に死んだ時の人生かもしれない。走馬灯の中かもしれない。何回か自分の人生をやり直してる気がするんだよね。一回目じゃない気がする。で100点取ると消え去ることができる。100点取らないとループするって。うん、いやー見てくれたら嬉しいね。うん、いや南極さん来てくれたら泣くね俺。俺多分10回以上この人生やってると思ってるのよ。1回じゃない気がする。うん、電気はね、俺が旅してる時にのんちゃんから電話かかってきて、多分11時か12時頃にのんちゃんから電気止まったって電話かかってきたから、昨日の昼の12時かな、止まったのは。で帰ってきたのが4時で、俺が家に4時に支払いして、で電話でつなげてくださいっていうのはさっきだね、2時ぐらいかな。支払ったら勝手に繋がるもんだと思ってたんだよね。繋がんなかった。自動じゃないんだね電気は。ネットとかは自動なんだけどな。
俺だいたい日当8000円ぐらいもらってたの、あの過去。電話した電話した、だ夜中の2時に電話した。だいたい1日に8000円前後を稼いでたの。いい時は1万2000円とか、悪い時6000円ぐらいだったの。でも今はもう1日1000円とかで全く投げられなくなった。ほんとごく一部の人が花火投げてくれてるだけ、一人か二人だよ、ほんとが毎日一発投げてくれて、マジだよ、日当1000円だよ俺、笑うっしょ、オワコンだよオワコン、マジマジ、すげえすげえ大変だよ、すげえ大変。稼ぎてえな。昨日久々にグレート花火見たかな。今月3週間ぶりぐらいにグレート花火見たかも。うん、いや全然稼いでないですよ僕。全然稼いでない。やばいっすよ。まあ稼げるようになったら嬉しいかな。100万1回ぐらい行ってみたかったな。やっぱでも予想通りだったな。今年のね、5月にね、100万いかなかったら多分やばいだろうなと思ってたけど、予想通りだったね。まあこのままダメになってくんじゃねえのかな、うん、なんかあんまりいい予感はしないね。でもたまにすっげえ花火師とか急に現れてガッチガチに何ヶ月も数十万単位で支援してくれるとかあるから、全然ふわっちはだ、それがね、分からないところなんだよね。もうダメだって思ったところでこの日急に10万、1日で10万稼ぐ日とかもあんだよ、たまに。だから一人の気まぐれの大金持ちの人が人生変えちゃうから、ふわっちはだから分かんないよ。もうほんと月の終わりになってみないと分かんない。蓋開けてみないと分かんないね。だから世の中には FX とか株とかで大当たりしてる人とかいるから、100万円なんかへでもない人っているんだよ。何度助けられたか、そういう人に。分かんないよ。すごいよな。多分そういう人はお金じゃないんだろうね、気持ちで支援してくれてるんだろうね。配信者のことが好きなんでしょ。もうでも嫌な予感しかしないね。ここ半年ぐらいかな、ここ半年ぐらいからちょっとスランプかな、うん、厳しいね。BC 代表示しておくか、一応月末だし、39万6000円だったかな。39万6000円、
表示分かりづらいかこれ。あ、バグった、出た出た、バグりやがった。あ、画面バグった。最近これ多いんだよな、どうしよう。すまんすまん、バグ取り直したわ。最近携帯が調子悪い、バグるんだよね、コメント書くと。何なんだろう。はい、ワード2。カメラの映像を見てみようかな。昨日撮ってきたやつ。写真綺麗だよね。やばい、えぐい。すげえ綺麗。うん、何が？何が大丈夫なの？大丈夫だよ。どうした？パソコン、あ、今携帯配信だけど、携帯は朝9時まで持つよ。Wi-Fi も。コンヌズは。持つよ。大丈夫だよ。
ヌズは。冷蔵庫はね、食い物入れてないから大丈夫。大丈夫だよ。9月分の支払いだから2ヶ月で止まるっぽいね。9月滞納、9月分滞納です。僕は今はダメだね。東京、地方だと電気代かかるエリアがあるのかもしんないね。規模によるんじゃん。東京だから安いってわけじゃないと思うけど、どうなんだろう。いや、電話したよ。電話もうした。不便だよね。なんでそんなにかかってたんだろう。1万5000円だったんだ。それはでかいね。だから実家暮らしとかで複数人で住んでたとかじゃないの。すごいね、それは。まあ悪くないな、写真。悪くないね。いい写真撮れてるわ。よかった。
ったよかった。うん。あーなんかあれだね、分譲でやられてんだろうね、なんかね。うん。だからそこのマンションが良くなかったんだよ。なんかあれじゃん、変なことやってたんでしょ。金も小遣い稼ぎしてたんでしょ、オーナーが。悪くない写真撮れてるわ。悪くないよ。いいよ。よかった。今安くなってるんだ。よくわかんないね。何なんだろうね。何なんだろう。ああどうだろう、止まったら考えようかなとか思ってて、よくわかんないかな、あんま考えてない。止まったら払えばいいんだよ。水道はね、命に関わるから止まりづらいって言われてる。水道は止まらないですね、あんまり。うん、いい絵撮れてるな、よかった。いい絵が撮れてる。あー楽園だな。すごい綺麗だよ、すごい綺麗。わーすげーな。よかったな。
風ちょっと厳しいかな。おはよう猫の目。おはよう猫の目は大丈夫？体調。すげえ綺麗。大丈夫？すげえ綺麗だよ。やばい。えぐいな。いい旅だった。いや最後この絵が撮れなかったらいい旅にならなかったからね。この絵が必要だったんだよ。いやー助かったよね。コンビニの店員さん優しくていつまでもいていいよって充電もさせてもらったかんね。助かったよね。感謝だよね。田舎の人は優しいよみんな。田舎の人は優しい。銀行引き落としたよ。だから銀行に金が入ってない。財布の中に全部入れちゃってるから。冷たいね。めちゃくちゃ冷たいね。びっくりすると思うよ。みんなね、死んだような顔してるから。本当に冷たいよ。東京の人は冷たい。俺もやっぱり感じるもんね、東京冷てえなって。まあね、明るくなるからね。
はるはるさんありがとう。炎上します。お金は大丈夫だよ。うん。ただ稼ぎがまずいって感じかな。食費とかまだあるんだけど、今後やばい。まあ、アイテムが上がらなくなってきたら食えなくなっちゃうから、焦りだね。焦ってるね。超やばいね。おお、朝風船ありがとう。サンキュー。働かないかな。そうそうそう、来月食えないって感じかな。年越せるかなみたいな年越せるかなみたいな感じだね。木の実木のままだから。木の実木のまま。すげえな。あれ？え、カメラのキャップがない。え？カメラのレンズのキャップねえじゃん、これ。危な。まあ、いっか。レンズそのまんまじゃん。気づかなかった。おはよう。お、ノンラム戻った。鼻血が出てない、よかった。いつも鼻血出てるから。おはよう。ノンラムイラストいいね。
またいろんなところに写真撮り行きたいな。楽しいな動画は。電気通ったら編集する。爆睡じゃん、爆睡じゃん。俺家帰ってきたら電気止まってたんだけど、やばたんだよ。
うん。閲覧はね、100人切らないんだよね。うちね、閲覧は多いんだよ。コメントはあんま多くないけどね。見てくれる人多いよ。毎月の収入、うん、もう支払いは終わってるから朝の9時に作って、毎月の収入どうなってるってどういうこと、いくらぐらいかってこと、俺の収入月によるかな、まちまちだに、月による、稼げる日もあれば、稼げる月もあれば、稼げない月もあるよ。あ、そうだね、もう爆睡だね、帰ってからは。疲れてたから。また風邪ひいたっぽいんだよね。爆睡爆睡。まあ、ていうか普段睡眠全部爆睡だから俺は。起きたら元気いっぱいだけど、普通、もう寝るときは爆睡だね。お風呂入りたいな。なんか行った温泉がシャンプーが置いてなくて石鹸で頭洗ったの、なんかテカテカしてるんだよね。お風呂入りたい。おはよう。今日は動画編集かな、家でまったり。電気がついたら。ネットバッテリー。うん、バッテリーだよ。バッテリーも新しいの買わないとな。
おもちゃの音？え？おもちゃの音？大丈夫？壊れてんの？うん、まあ楽しみ方は人それぞれだから、楽しみ方は人それぞれですよ。自由に行こう。早く動画編集やりたいな。早く動画編集したい。愛子ちゃん、これ。おはよう。うん、愛子ちゃんだ。おはよう愛子ちゃん。はい、ブロックでーす。
え、アカウント変えたの？なんで？前のアカウント育ってたじゃん。愛子ちゃんありがとう、ハートありがとう、愛子ちゃん。久しぶりだね。あれか、あの弁当太郎さんのあれ以来だね。あの写真展以来だね。愛子ちゃんと。ねえ、愛子ちゃんやめないでよ。愛子ちゃん続けよう、一緒に頑張ろう。うんうん。なんか愛子ちゃん悪い人じゃないの、俺分かってるからさ。あ、いいよ全然。何コラボする？何コラボでもいいよ。いいよ、いつでもいいよ。別に今月でもいい。あ、来月か。来月、え、来年？うん、またコラボしよう。いつでも誘って、コラボしよう。いいよ、企画やろう。なんか愛子ちゃん考えてよ。愛子ちゃんプレゼンツで。うん、俺はいつでも、あの予定が入ってない日であれば大丈夫だよ。はいよ、いってらっしゃい。風船ありがとう。あ、いいよいいよ、写真撮ってほしいってことでしょ。あ、いい、やろうよやろうよ。いいよ全然やろう、写真撮影やろう。そうしようか。うんうん、いいね。愛子さんモデルでセクシーな写真集出そうか。でツイッターとかグッズにしてもいいんじゃない？いいね、やろうね。写真集出そう。配信者の写真集出そうかな。配信者の写真集出す企画で、なんかそれ需要ありそうじゃない？配信者の、いや、いろんな人の総合でさ、なんかそうそうそう、いろんな配信者がセクシーな感じになってるの。うんうん、はい、電気代は払ったよ。ブロックです、ブロックです。ねえ、面白そうだよね。愛子さんのセクシーランジェリー姿それ面白くない？ねえ、楽しいよね絶対、写真集。ねえ、やろうよ。うん、カレンダーよりも写真集の方が面白くない？本格的なやつ写真集の方が出したいかな。うん、ドレス持ってる？ドレス持ってる？着ようよ。なんかちょっとブライダルっぽい感じで綺麗に撮ろうよ。うん、カレンダーはなんか微妙かな。俺は写真集がいいね。配信者フォトブック、カレンダーはちょっとやだな。写真集がいい。うん、あ、ある、白いドレス。じゃあ全然それ撮ろうよ。撮ろう撮ろう
それは面白い企画だ。やろう。あ、着物似合うもんね。着物いいかもしんないな。着物いいんじゃん。あー、着物いいね。ドレスでも、俺はどっちでもいいよ。やろうやろう。配信者写真集。ね、似合うよね。絶対似合うよね。うん。うん。愛子さん似合いそうだよね。どうだろうね。写真集いくらぐらいだろう。まあ5000円ぐらいで作れると思うよ。うん。いいんじゃないかな。ねえ、あやこさん綺麗だよね。吉高由里子激似だよね。鮫島さんのあいこさんのモノマネ超面白いんだよね。それはいい企画だね。女性配信者限定の写真集と男性配信者限定の写真集でいこうか。じゃあ、ねえ、でさ、あんまりでっかい写真集だと かさばるからさ、これくらいの小さいフォトブックにしようよ。こうポケットに入れられてパラパラめくれるような製本、小さめのやつの可愛いやつにしよう。文庫本サイズぐらいの。そしたらかさばらないじゃん。それで作ろう。あ、延長します。いいなぁ、楽しみだなぁ。ねえ、女性バージョン男性バージョンでさ、いいよね。作ろうぜ。
うわ、嘘。招き猫、クール招き猫、クール、マジかよ、ありがとうございます。ありがとうございます、ありがとう、びっくりした、招かれた、おはようございます、ありがとう。電気消えた電気消えた、帰ってきたら電気が消えてた、復活を待ってる感じだね。ありがとう、クール招き猫。クール招き猫、これ割がいいんだよね、花火より割が良くて一発2000円入るんですよ。あれ、招き猫3000円で買えるんだよね、確かね。うわー、すげえ、花火8発分だから、わお、ありがとうございます。あざーす、招かれたな、招かれた、ありがとう、こももさん、そうそうそう、3000円だよね、リスナーさんは3000円で買うんだよね、だから還元率がめちゃめちゃ高いんだよ。 65% だっけ、 66% か、そう、2発だから4000円も入った、ありがてーありがてー、あざーす。アンチが今グヌヌってなってるよ、グヌヌって、アンチが聞いてるからそう、そうなってるアンチがキャーっつって発狂してるよ、悔しいって言って。最近アンチ頑張って、アンチが成功してるからね、アンチ活動聞いてるよ。俺がアイテムもらえばもらうほど黙るから、あいつら、くっそーっつって、悪霊退散、悪霊退散。そう、アンチに一番効くのはアイテムだから。今便所太郎さんと万太郎カンボジアいるね、マリファナの旅に出てる、マリファナの旅ガンジャの旅でしょあれ定期的に海外にガンジャを吸いに行くからね、あの人たち。日本も合法化されんのかな、結局。正直一回吸ってみたくない？正直一回吸ってみたいよね。なんかどんな感じになるか知りたいかな。日本では解禁されないのかね、結局ね。やるね、合法的にじゃないとやるつもりないけど、まあ海外とか行ってね、数分には取り締まれないだろうから。うん、水タバコでしょ、水タバコはタバコだからね、あれは別にただ水蒸気吸ってるだけだから、普通のタバコの方が美味しいよ。
ジーパンそろそろ洗いたいな。さすがにもう洗いたい。起きた。どうした？雨。雨。喉痛い？うん。うん。のんちゃん、俺ベッドさ、これ歪んでるじゃん、うん、これさ、捨てようと思うんだけどさ、床にマットレスで大丈夫かな、これ。いいんじゃない？いい、うん、いいんじゃない？低くなるよ、だいぶ、うん、いい？アイコブブの写真撮る。何？何？なんで怒ってんの？何よ。いや、はっきり言ってよ。アイコブブの写真撮るなって聞いた。いや、面白いじゃん、配信者の写真。配信者写真集面白いじゃん。何よ、何そのトゲのある言い方。思ってること言ってよ。気分悪くしないでよ。何？何それ、何それ、そういうのよくないよ。それね、よくないのんちゃん。ねえ、何、どうしたのよ。だって俺カメラマンだよ、のんちゃん。うん。おお。え、ゆかりちゃんって配信者なの？おお、もぐらさんお疲れっす。え、会いに来たの？結局もぐらさんじゃなかったの？いや、誰か、あの後誰か来たんだけど。どうしたの、のんちゃん。持ってること言わないとダメだよ。いいじゃん、写真集であれば。何その言い方。なんそんなやさぐれてんの、やめてよ。何よ、コラボがやだ。何よコラボやだって。そんなの無理でしょ、配信者だよ俺。あ、インスタライブやってんの。あ、全然撮るよ、ゆかりさん。なんでそんなふてくされんの、コラボやだって。配信者でコラボやだって、うん、おかしいでしょ。だからいいって言ってるじゃん。なんでそんな言い方されたらおかしいでしょ。いいってふてくされたら。お前ブロックな、電気染まったら詐欺って言ったやつ聞いてるから俺。マイブロックです。あ、なんだ、俺もぐらさんだと思って対応してたわ。別の人だったんだ、もぐらさんと別の人だったんだね、あの人。結局あれだよ、あの仙人風呂の方行ったよ。もぐらさんがおすすめの方じゃない。あっちね、なんか営業時間1時からって書いてあった。行きたかったんだけど。なんかさ、やっぱさ、伊豆のリスナーの面白いところがさ、 DM 半端じゃなく来て、なんか自分の推しの温泉をめちゃめちゃ推してて、あそこダメだよみたいな、でバラバラなの、みんなが言うところ。
で、俺もぐらさんの言ってる海岸線沿いに、なんつうの、海を見ながら入る露天風呂があんの。そう。いや、俺あれもぐらさんだと思ってたんだよね。来た人がもぐらさんだと思ってた。じゃあ別の人だったんだ。なんか話噛み合わねえなと思ったんだけど。コーヒーもらったよ。なんかね、バラバラのところをおすすめされて。はい、こんばんは。やっぱ地元は温泉愛が強いんだね。でも海沿いでお風呂入れるってところって、多分温泉入れるところってないと思うんだよね、あんまり。ちょっと行ってみたかったんだよね。ゆかりちゃんインスタライブやってんの。そうそう、北側の黒根、黒根、あ、そうなんだ。夏の温泉もまたおつだね、いいね。いや、もう写真撮ったけど半端じゃなく綺麗だったよ。早く動画いじりたいもん。感動すると思うよ。えぐいよ写真。うんさん怒らないで、イライラしないで。熱川にもあるんだ。のんちゃん、のんちゃん、ん、イライラしないで。知らない。何知らないって、失礼でしょ。してないって言ったの。したない。のんちゃん旅で疲れたんだよ、ワードさん。のんちゃん、のんちゃんが機嫌悪い、ふてくされてる。今度はゆっくり温泉入ろう。30分ぐらいしか入れなかった、電車の都合で。5700円だったね。リナッチさんいらっしゃい。9月分5700円だった。毎月泊まるかんね。泊まって払う、泊まって払うの繰り返しとかんね。新幹線だったっていうか、俺よくわかんない。 Google で検索すると新幹線しか出なくて、なんかね、新幹線じゃなくても帰れたね。小田原、熱海から小田原行って、小田原から小田急で帰ればよかったとか思って、なんかよくわかんないんだよね。その最安ルートみたいなのが出ればいいんだけど、まあまあいいやと思って、もう疲れてたから。帰りフラフラだったよ、もう。辛そうだよな、12時間外にいて、ねえ、15キロぐらい歩き回ってたらそうなるわな。安いよね、小田急ね。てか、あれが高い、あの、伊豆まで行く電車が高い。伊豆、熱海から伊豆まで1300円かかるんだよ、鈍行でも。あれが高い。距離あるからしょうがないんだけど。伊豆はアクセス悪いね。あれね、伊豆が流行らないのってね、多分電車代が高いからっていうのあると思うよ。あれ地方自治体頑張ればもっと客呼べると思うもん。うん、伊豆急、伊豆急、伊豆急はね、ちょっと改善しないと地方活性化しない。伊豆いいところなのに、あの熱海全部取られちゃってるね、アクセスで。あれもったいないと思う。高級路線にするのかどうするのか。だから伊豆のさ、田舎の方とかも店とか寂れちゃってるんだよ。あれもったいないよ、あんなにいいところなのに。
熱海に根こそぎ持ってかれてる感じがする。熱海はうまくいってるね。もう駅もでかくして商店街もあって、あれは政治の問題だね。町おこしすれば全然まだまだいけると思うよ。多分自治体とかは機能してないんだと思う。まあ逆にね、それが良さなのかもしれないけど。あれだよ、あの写真とか撮ってもらいたい人、あの連絡くれれば、新宿まで来てくれたら写真撮ってあげるからね。あのサムネとかさ、インスタグラムとかに使う写真撮ってもらいたいっていう人いたら連絡くださいね。カメラマンとしての活動も続けてるから。アーシャとかに使えるでしょ。伊豆急線がちょっと高いんだ。こんな綺麗なんだよ、みんな。あれ、こんな綺麗なんだよ。映らないかな。映らねえか。まあ俺のツイッター見てみて。あとで写真も加工しよう。よかったな。日本中にね、こう隠れてるこう秘境みたいなところ、秘境ハンターになりたいな。秘境、あ、いいよ、また行くよ。いや、そういう風にね言ってくれるから嬉しいの。旅をすると地元の人がさ、あの会いに来てくれて、いや会いたい会いたいって結構言ってくれて、ただほら彼氏さんがいる人とかもいるから、彼氏に怒られたって言ってたけど、もっと告知すればよかったね、前もってね。また行くからさ、その時また飯でも食おうよ。いやー、よかった、嬉しかったよ。そう言ってもらえるのが嬉しい。会いたいって言ってもらえるのが、まあ、伊豆の方とか多分配信者あんまり来ないもんね。やっぱ普段から見てるからさ、みんな3年とか見てるわけじゃん、配信を。だからね、よくしてくれるんだよね。差し入れ持ってきたり、オフ会行こうとか。あとね、何がいいかっていうと、地元の人はやっぱいい店を知ってんの。観光用の店じゃなくて本当にうまいもん知ってるから、だから車とかでね、こっちの店行こうぜって教えてくれて、うまいんだよ、またそういうお店が。だから飯うまいのは地元の人に聞くのが一番いい。一回休憩するわ。一回配信